皆さん、こんばんは、中央競馬予想 Y 氏の馬券、今週はですね、ちょっと勝負レースを一蔵、提供したいと。まずですね、まず勝負レースを一蔵、提供したいと思いますと、明日8月8日土曜日ですね、新潟競馬場で行われますエチゴステークス、ダートの 1200m の予想をですね、こちらをちょっと勝負レースとして、日曜日のメインレースの予想をより先行してですね、公開したいと思います、はい。まあ、日曜日のレースは、土曜日の 夜ですね、明日の夜アップしますので、そちらもご覧ください。まあ、こちらの成績次第で見ていただくかどうか考えていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。新潟のダート 1200m っていうのは、まあ3コーナーまでねの距離が500メートル以上もあってね、芝部分を長く走れる外枠が有利という、コースであります。まあそれと同様にやはり逃げた馬の好走率が高いということでね、僕が狙う馬は大外の馬ですね、アースゼウスですね、を本命にしたいと思います。はい、新潟コースは2210と、まあ馬券圏内を外してない大の得意のコースであります。まあ休み明け昇級戦ですけども、まあ芝を長く走れる外枠ならすんなり花に立てるはずと、鞍上ミルコ・デムール騎手とのね、コンビは、1002と、まあ1回しか勝ってないんですけど、まあ負けた、着外の2回も掲示板を外していないということで、得意コースに変わってですね、一発を期待したいかなと思います。対抗見えてますけど、ダンシングミッシーにしました。今9番人気ぐらいかな。シニスターミニスターの3区っていうのは、新潟ダート 1200m の戦績2109です。まあ12頭が走って、まあこの戦績ということでね、連帯率は 25% で、この馬自身も1勝を挙げているコースであります。まあ左回りは、4437という成績も持ってますのでね、まあ、右よりは左回りの方が好成績を収めているという、まあ1600万に、昇級してからはちょっと戦績不振ではありますけど、まあコース代わりで一変があるんではないかと思いますんで、ダンシングミッシーですね。まあ斤量も軽い52キロですので、ちょっと面白いかなと思います。うん、まあ、この馬を前に行ってくれればいいかなとは思いますけどね。一体一体の展開ってどうだろうとか思いますけど、まあ、この2頭からね、勝負をしたいと思います。買い目は馬連とワイドで、8番の、まあ、一番人気ですけどペーシャモンシェリーを、3連複で加えて、この3点でね、勝負をしたいと思います。サクッとやっちゃいましたけど、今週の勝負レースですね。はい、明日8月8日
新潟で行われます、越後ステークス、ダートの1200m の予想でした、日曜日のメインレースの、両メインですね、重賞、小倉記念とレパードステークスは、土曜日の夜に、アップをしますので、そちらもご覧くださいと、はい、ちょっと、仕事がですね忙しくてバタバタしていましてうまく更新ができてないですが、どうぞ、今後ともですね、皆さんの馬券検討の、まあ、馬券作戦の参考にしていただけたらと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ちょっとレパードステークスの参考レースがアップできなかったのはちょっと申し訳ございませんでした。まあ、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。